ノルドスター航空、正式名称 JSC ノルドスター航空は、ノリリスクアリケリ空港に拠点を置くロシアの航空会社である。ノルドスター航空は、2008年に運航を停止した、クラスノヤノスク地方最大の航空航空会社クラス、エアの後継として、2008年12月17日に、ノリリスクニッケルがタイミル半島航空を買収して設立した。 2009年6月17日に、ノリリスクーモスクは、ドモジェドボ空港線、ノリリスクークラスのヤルスク線で運行を開始した。2010年から2011年にかけて、モスクは、クラスのヤノスク、アリケリ空港を拠点に、サンクトペテルブルク、ソチ、クラスのダール、ミネラーリヌイエボードイ、ウラジオストク、ハバルフスク、ノボシビルスク、エカテリンブルク、トムスク、ニジネバルトフスク、 スぐると、チタ、ウラムで、イルクーツク、ベイキット、バナバラ、トゥングンスク、トゥルハンスク、セベロエニセースク、イガルカ空港、ドゥシャンベ、タシケントへ就航を開始した。ノルドスター航空の就航都市は、以下の通り。ノルドスター航空の就航機材は、以下の通り。2019年冬季ユニバーシアード特別塗装の、ノルドスター航空ボーイング737から、 800サンクトペテルブルクに着陸するノルドスター航空 B737 から800。ありがとうございます。